九州のタクシー事業者勝山自動車は10月27日トヨタ自動車がタクシー専用に開発し今月発表したジャパンタクシーを2台導入しました。止めるの大丈夫ですか？あ、いいですよ、ここでしましょう、うん、それとか室内の広さが最大の魅力で車椅子の乗客もスロープを使ってそのまま乗り込むことができます。タクシー専用設計だけあってストップアンドゴーを繰り返す街中でも揺れやショックが少ない乗り心地となっています。乗り込んでみます。乗務員によると扱いやすいエンジンとタクシー業務に特化したレイアウトで仕事がしやすいとのことでした。お願いします。社長の広石俊文さんによるとおもてなしに特化したサービスを次々と開発しお客様から選ばれるタクシー事業者を目指していると。相乗的な効果があり、もっともっと勝山タクシーがいいタクシーになっていくというものの、起点となればいいかなと思っております。小倉経済新聞がお伝えしました。